山系チャンネル、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は愛知県豊橋南高等学校の高校情報を皆さんにお届けしたいと思います。ここで分かることは、定員倍率、アクセス、進学実績、偏差値、内申点、制服、部活に関して、お伝えできます。ただ、部活の、ね、雰囲気や学校の雰囲気に関しては、まあ、口コミ等もありますが、ね、まあ、実際自分で、ね、感じたことが一番正しいと思いますので、実際まあ学校見学の時に見に行っていただいて感じていただければいいかなと思います。なので数字上のデータをね、ここで、紹介しますので、ぜひそちらは参考に使っていただければ嬉しいです。それではやっていきましょう。愛知県豊橋南高等学校、定員は普通科240名、ね、生活システム科が、40名という形です。で、それぞれの、ね、偏差値が、普通科が59で、まあ、生活システムの方が44というところになります。で、倍率は 2.10 倍ですね。高いですね、うん、はい。なので、しっかり、ね、勉強していかないと、まあね、半数以上が落ちるよという形になります。はい。で、アクセスは、ね、大清水駅から、徒歩8分の場所にあります。じゃあ場所確認していきましょう。こちらになります。はい、それでは次、制服確認してみましょう。制服こちらになります。はい、それでは進学実績見ていきましょう。愛兄弟1名、明大1名、義大1名、静岡大学6名、明治大1名というところね。大学に関して、言えば、国公立目指される方に関してはもう偏差値59以下の高校に行かれると、私立の方がね、進学実績としてはやはり多くなってしまいますので、国公立行きたい方に関しては偏差値60以上のね、高校に行かれるのをお勧めはします。ただ国公立じゃなくてもいいよという方に関しては、全然ね、大学の進学実績が高いので、偏差値59でもね、なので私立でもいいよっていう方はね、別に59以下ので、高校に行かれてもいいかなと思います。はい。で、まあ見ていただくとね、国公立、まあ、40-50 名ぐらいは合格はしてるんですけどね、40-50 名合格してるんですけど、やはりね、こういう旧帝大とかね、レベルの高いところ行こうと思うと、やはり学年1位ぐらいの学力がないと、まあ行きづらいというところはあります。はい。なのでそこを目安にしていただいて、ただ学校の順位はあくまで目安なので、ね、大学入試に関しては、ね、模試等を使って、自分の、実力を測るのが一番分かりやすいと思います。はい。次、私立の方ですね、日大6名、東海大7名、愛大が34名、中京が22名、南山が18名という形、ね、やはりね、この C ランク、D ランク、B ランクとかのね、大学が多くはなってきます。はい。で、まあやはりね、B ランクとかのね、大学に行こうと思っても、やはり上位層にいないと、ね、まあ、30位、40位ぐらいね、私立のコースで、30位、40位ぐらいにいないと、まあ、私立の方の上位層のね、大学にも合格しづらいのかなと思います。まあ、中にね、多分スポーツ推薦とか普通の学力の推薦でね、行かれてる方も見えるとは思いますが、ね、ただ、実力で行かれてる方もいるとは思いますので、まあ、実力で行こうと思うと、そこら辺の目安を、維持していただければいいのかなと思います。はい。で、まあ、愛大とか中京とかね、見ていくと、まあ、大半はやはりそうやって私立の方に関しては合格実績は高いので、ね、まあ、なので大学の進学実績としては高いんですが、ね、やはり上位層を狙うと思うと、やはり、ね、偏差値59以下の、高校だと、ね、ちょっと頑張らないといけないというところにはなるかなと思います。はい。
で、内申点に関しては、普通科33で生活システムは24ぐらいが、まあ、あると、まあ、当日受かりやすいのかなと思います、ね、33、32ぐらいですね、はい、なのでこれはあくまで目安なんですけど、ね、ただこれを下回るとですね当日点、結構取らないといけなかったりとかね1下がるだけで、当日点2、3問多く取らないといけなかったりするので、まあ、しっかりね、内申点を取っておくことをお勧めはします、ね、なので中学校3年生になった時はもう真面目にきちっと、やるのが一番、志望校合格への近道になります、はい、なので、しっかりやっていきましょうというところです。じゃあ最後、部活確認していきましょう。部活こちらになります。はい、じゃあ、今回の愛知県豊橋南、高等学校の、高校情報は以上になります。他の高校情報だったり入試情報、ね、大学情報や勉強に関しても動画作っててますのでそちらの方もぜひご活用いただければ嬉しいです。それでは失礼いたします。